この北海道もね、ニュースでもお伝えしてますけども、冬突入となりまして、こういう時はね、あったかい地域の映像ってちょっと皆さんにお届けしたいなと、沖縄の旅でございまして、実は冬こそ狙い目です。やってきました、沖縄。もうね、北海道から来るとこの気温差にびっくりしますよ。27度あんだ。そして実はこのビーチにも冬こそ沖縄の秘密が。沖縄といえば夏のイメージですが、実は冬の沖縄がこの海の透明度が一番高いんですよ。知っていましたか？そう、海中のプランクトンが減る冬は夏に比べて透明度がぐっと上がり、沖縄の青い絶景を一番きれいに見ることができるんです。何この色。そして冬に旬を迎える絶品海鮮料理や沖縄ならではのフルーツも登場。さらに夏場は混雑する人気スポットも冬ならゆったり観光できちゃうんです。実は冬こそ狙い目シーズン、寒い北海道を飛び出して南国沖縄旅へご案内します。裸足で歩きたいね。今回体験するのは3泊4日で冬の沖縄を楽しみ尽くす阪急交通社のツアー。沖縄での移動はすべて観光バスというのも安心ですよね。まず向かうのは、これから小売島という島に行くんですが、あ、橋が見えてきましたよ。すごい。見えてきたのは観光スポットでもある小売大橋。島までなんと1960メートルも続く長い橋。海に吸い込まれていくみたいですね。もうまるで海の上を走ってるかのような気分になりますよね。海の色がすごい綺麗ですよ。両手に海を感じながらバスの道中も楽しめるのもいいですよね。絶景を抜けた先に小売島で待っているのは沖縄でも屈指の写真映えスポット。この2つの岩重なるとある形になるんですけど、その形はというと、こっちこっち、じゃーん、わかりますか？ハートの形になっているんです。だからここはハートロックと呼ばれているんです。長い年月をかけ波に削られることでできた神秘的な岩。しかも満潮になると近づけなくなってしまうため、1日でも見れる時間はごくわずか。写真を撮る方も多く、今回おすすめの撮り方を調査してきました。一人で撮る場合はハートを手のひらに乗せるように撮るのが人気。二人なら両手を使ってスマートロックを、はい、ハートで。双子だったんです。違うんです。でもこれ実際にやってる方多かったんですよ。冬の方が人が少ないので納得いく一枚を撮ることができます。続いて向かったのは気軽に文化体験ができる琉球村。ということで着替えました。琉球の伝統衣装、可愛くないですか？楽しそうだな。この衣装を着ながら昔ながらの琉球の街並みを散策することができます。さらに迫力ある伝統的な踊りエイサーショーも間近で見られるんです。会場のみんなで一体になって楽しんだ後はお待ちかねのランチタイム。沖縄そばとしゃぶしゃぶを同時に味わえる、なんとも贅沢なセット。メインのアグー豚は脂が軽く甘みが強いのが特徴の沖縄のブランド豚。うわあ、脂身が輝いてますよ。ピカピカ。いただきます。うん。もう脂身がどっとても甘い。こう噛んでると甘みだけじゃなくって、こう旨味とコクも一緒に口の中に広がっていきます。おいしい。ランチ後に散策していると水牛の姿が。角もすごい立派。
実はこの水牛、昔から沖縄では欠かせない存在だったんです。ではここでクエスチョンです。この水牛、昔から農村地帯であるものを作るのに役立っていました。こうしてぐるぐると円を描いて歩き回ることで作っていたのですが、さあ一体何を作っていたでしょうか。さあ福永さん、5秒でお答えください。急に世界不思議発見みたいなテイストなんです。水牛の力で沖縄の農村で作っていたもの、あのサトウキビ、沖縄だけに、あこれ絶対違うわ。正解は沖縄の名産サトウキビを絞って砂糖を作っていたんです。ちょっとね、ちょっと惜しいですよね。まあ、この水牛が引っ張る力を借りて皮が硬いサトウキビを絞り、その汁を煮詰めて砂糖を作って、作ったんです。水牛が絞ったものではありませんが、サトウキビのジュースも販売しています。こうやってやっぱり機械で絞るくらい皮が硬いんです。実はサトウキビの旬は冬、最も甘みが強く美味しくなるんだそうです。飲んだことないんですけど、これ甘いんですかね。あ、飲んでる。すごい、色もすごいですね。あ、飲みやすい。飲みやすい。あ、美味しい。こうすっきりとして甘みがしっかりともあるので、こう暑い日とかにはもうごくごく飲める。美味しい。あくまでも甘みってぐらいすっきりしてる。そうなんです。そしてあの沖縄美ら海水族館もツアーのルートなんです。年間来館者数は日本一、なんと300万人が訪れる大人気スポットですが、冬シーズンは夏に比べて混雑も少なくゆっくり見られるんですよ。ということで早速行ってきます。広いんですよね、この色とりどりの熱帯魚やゆったりと泳ぐウミガメなど、沖縄ならではの魚もいますが、美ら海水族館ならではのスポットが、見てください、大迫力の水槽。そして、あ、見て、いました、ジンベエザメ。大きいですね。ジンベエザメの世界最長の飼育記録を持つ美ら海水族館、大きな体でも不自由なく過ごせるように、深さ10メートル、横幅35メートルと世界最大級の巨大水槽を作ったんです。水槽の前にはこのように座席が用意されていて、座ってジンベエザメを見ることができるんですよ。本当の映像なんですか。こうやって水槽を見ているとまるで映画を見ているかのような、ね、そんな感覚になる。そして運が良ければこんなシーンにも。うわ、口開いた。あ、入った。全長 8.8 メートルの巨体で立ち泳ぎしながら食べるシーンは大迫力。サメっつってもなんかこう牙があるわけ、歯があるわけじゃないの、ね、そうなんです。ちなみにこちら飼育員さんが口の中を撮影した貴重な映像。主食はエビや小さな魚なので、こんなに近づけるほど実はおとなしいんです。沖縄といえば世界遺産も忘れてはいけません。本島に全部で9カ所ある世界遺産群、その代表格首里城ももちろん巡ることができます。首里城は現在2019年に起きた火災からの復興中、当時の悲しみを忘れないため、あえて焼け残ったパーツを展示するなど、復興中の今だからこそ見られる貴重なシーンがたくさんあるんです。こうやって見られるのはいいですよね。大事なことですからね。こんにちは。はい、さあ本日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。案内していただくのは沖縄生まれ沖縄育ち、首里城を愛してやまないテルキナさん。あの後ろにある建物って何ですか。あれはですね、津屋根という建物でございまして、600年前からここに首里城が建っておりまして、まさにその場所に正殿をですね組み立てているところでございます。首里城の絵が描いてあった建物の中で設計から組み立てまで全て見学できるんです。
まず向かったのは設計図を作っている場所。普通にあの設計図というのはこれぐらいの紙にねこう細かく書くのがあの設計図だと思ったんですけど、実際にあの原寸大の設計図なので結局首里城と同じ形の設計図をここで作っているわけです。じゃあこの、まあ、足元にあるこれもはい、この赤いテープも、はい、そうです、はい、おっしゃる通りこれも設計図なんです。設計図に合わせて熟練の宮大工さんたちが形作っていきます。まあ、全国広しといえどもこれだけの規模でですね伝統の木造建築作ってるのは私も首里城だけじゃないかと今思っておりますので、はい、ようこそありがとうございます。いやもう今だけですもんね、見られるのは。そうなんです、もうあの3年後には正殿完成しますので今だけです、はい、今しか見れません。そして出来上がった部品を組み立てている場所へ向かうと偶然にも貴重なシーンを目にします。はい、今実際にクレーンが動いてましたけど、はい、あれは玉座のですね天井屋根の2本の梁ですね。そのうちの1本が今まさに置かれようとしている奇跡の一瞬です。歴史ある伝統技法で組み立てる瞬間を目の当たりにしたんです。まあ、天井裏になるので色も塗りません。あの原木のまま置かれるんです。だからもうあのままです。あの完成した後、目で見ることってできるんですか？できません。もうできません。もう二度と見れないと思います。ちょっと今びっくりです。私も今この瞬間に立ち会えたこと、はい、偶然ですが。それ結構興奮してきましたね、はい、ありがとうございますこの取材がなければあれ見れなかったですね。あ、よかった。やばいやばい語り気のこれでこれから先、はいはい、見に来る人も楽しみですよね、うん、来年さらに、はい、あのこれ漆塗りの作業とか始まったり、あと内装の作業が始まるとこの作りかけの首里城を見るというのが一番ですね。皆さんも二度と見られないワンシーンを目にできるかも。さらに穴場といわれる世界遺産群座喜味城跡で歴史に思いを馳せましょう。お城自体は残っていませんが、沖縄に現存する最も古い石垣の門があります。そしてこの石垣を上まで登っていけば眺めは抜群。わあ、すごい綺麗。沖縄の大自然が一望できますね。風も気持ちいい。そしてこの石垣に琉球王国当時の戦いの跡を感じることができます。では再びここでクエスチョンです。このお城、敵の侵入を防ぐためある工夫がされているのですが、それは一体何でしょう？今度は村雨さん、お答えください。番組のテストがいきなり変わりましたね。正解したらスーパーひとし君もらえるんですか？もらえますか？しんくんですよ。壁を作る。正解は行き止まりになっているんです。こうして敵を迷わせて侵入を防いでいたんです。へー、迷路、うん、戦いの後を発見しながら歴史に思いを馳せる、そんな大人の旅もいいですよね。いや、すごいとこだなこれ。このツアー実は3泊すべて豪華なホテル、それぞれ違った魅力がたっぷりなんです。そのうちの一つが去年オープンしたばかりの沖縄プリンスホテルオーシャンビュー宜野湾。広々としたお部屋も魅力的なんですが、見てください、このテラスからの景色、オーシャンビューですよ。さらに冬でも温水で楽しめる宿泊者専用のプール付き。これはいいな。しかも今話題の映えるプールなんです。映える。横から見るとそう、プールの水面と海面が重なり、どこまでも続いているように見えますよね。インフィニティってやつ。そうなんです。幻想的な光景に思わずうっとりしてしまいます。もう一つは沖縄一の繁華街からアクセス抜群のホテル、ヒューイットリゾート那覇。ツアーでは食べ歩くもよし、お土産を買うのもよしの自由時間も設けられています。
そこで地元で愛される市場へ、お肉屋さんや鮮魚店が立ち並ぶ活気あふれる場所です。こんにちは。うわ、見たことのない魚介類がいっぱい。南国の魚だったな今。セミのような形をしているのが名前の由来、セミエビや、光るわけではありませんがアワビに似た食感が美味しい夜光貝など、驚きの連続。中でも気になったのが、初めて見ました。はい、沖縄にしかいません。名前がヤシガニという感じ。挟む力はなんとライオンの噛む力に匹敵するほど、かなり凶暴な性格のヤシガニ。何するんですか？怖い。味はカニですか？身はそんなに、体の身はそんなに多くはないですね。カニ味噌を食べるような感じで考えていただいたんです。青果店では冬に旬を迎える沖縄ならではの果物、スターフルーツも味わえます。星の形してるの？そう、断面が星の形に見えるのがその名前の由来なんですよ。不思議ですね。あ、おいしい。なんて例えたらいいんだろう。で、食感は梨のようなんだけど、風味は柿。美味しいです。そして自由時間が終われば、国際通りで琉球料理を楽しめます。コースのメインは冬が旬の伊勢海老、自家製のウニソースを塗って焼き上げた贅沢な一品です。特別です。この濃厚なウニソース、伊勢海老の旨味をちゃんと引き立ててくれて、相性が抜群ですね。もう伊勢海老にウニソースなんてかけちゃっていいのかって、もうほんと贅沢です。ただ楽しみは食事以外にも。もう一つのホテルも超豪華。広々としたスイートルームに泊まれるのはもちろんのこと、何より魅力的なのはお部屋から見られるこのサンセット。いいですよね。もう泣いちゃう。そして朝食は和食と洋食、好きなビュッフェを選ぶことができ、ディナーは沖縄の食材を使ったイタリアンのコース料理。意外な展開ですね。さらに食後に楽しめるスポットが、こうホテルの中にはバーもついていて、ご飯を食べた後ゆったりすることもできます。そして注目なのがここ、見てください。屋内なのに砂浜があるんです。なんとバーの中に裸足で砂浜気分を味わえる席があるんです。どうですか福永さん。いや、なんか えらいことになってきましたね。これ水着着てなくていいんですか？ダメですよ。いいですか？でもね、ホテルに帰った後もこうやってゆったりとした時間を過ごすことができます。お昼はお昼で観光の楽しみがあり、夜は夜でホテルでこうやって楽しみがあるのって嬉しいですよね。しかも3つのホテルそれぞれでこう楽しみ方があるのが嬉しいポイントですね。さあ、いかがでしたか？本当に北海道からするととにかくあったかいのがいいし、冬はまたちょっとゆったりとできるんでしょうね。だからこそのメリットがありますよね。そうなんですよね。本当にゆったりしました。はい。で、このツアーは来年1月から開催。詳細はこちらです。この盛りだくさんのツアーがなんとこのお値段。出発日により料金は異なります。お申し込みとお問い合わせは阪急交通社トラピックス、電話 0570-053989 0570-053989 まで。電話受付は今日この後5時半まで。インターネットでは24時間受付中ですので、お手持ちのスマートフォンなので画面右下の QR コードからお問い合わせください。
詳細は今朝の北海道新聞にも掲載しています。ぜひ沖縄でゆったりしてきてください、ね、取材で行った吉岡ディレクターが仕事だったのにこんなに楽しいと思わなかったって言ってましたから、間違いないんだと思いますね。満喫していました。